2人目の感染経路、学級閉鎖の必要はない。いい感じね。だんだんなんかほんとバランスと全部良くなってきたもんね。履き方もね、上手になってきた。最高。はい、僕がやってるラジオ、ボイシーのラジオなんですけど、ようやくね、はい、見てください。1107人まで来ました。もう1年ぐらい、1年弱やってるんですけど、ようやくラジオ番組1000人がフォローしていただいております。はい、どうも石原でございます。今日は9月の3日となっております。いかがお過ごしでしょうか。今日はね、ちょっと YouTube の裏話をさせていただきたいと思います。今日も最後までお付き合いください。ではやっていきたいと思います。ここで使うの、そう下手か。久しぶりのカップラーメンではないですか、うん、焼き豚美味しいよね、うん、これが、うん、いやまだ1匹も釣れていないんですけどね、もうリールが欲しいんですよ。1匹も釣れてないですけど、この月下美人、これね、このシリーズのねリールがね欲しいんでございます。はい、めちゃくちゃ涼しくなった。本当に風が曇ってるけど、コンビニの音が鳴った。すみません、月曜日の休み。わちゃわちゃ言ってんだよね。ほら。周りの人も釣れてないんで、僕だけじゃないとは思うんですけど、そのパクリの当たりも全くない。むずいな。あー、トーラスの PR の案件のケースですね。はい、アジングの勉強をしております。今晩かな台風来るんで、風がね結構、ナスビがもうなってる。そろそろ、あ、ここにナスビのある。双子があったんだって。あ、双子、あ、本当だ。これなんでここ置いとった。バブがここ置いとった。絶対そっちした方がいいよね。ね、うん、そうせんばよ。絶対そっちがいいよ。風がやばい。うわー、風が強すぎる。はい、今日はどこの家庭もね、車で送るところなんで、子供を車で学校まで送りました。風がマジひどい今日。うわ、結構これ学校がね海のそばなんですよ。うわー、めっちゃ荒れてる。めちゃくちゃ荒れてる。めちゃくちゃ荒れてます。風をもろにね学校がね受ける。うわー、でも気持ちいいけど、ね、心配ですよね台風がね。おー、ひまわりが元気に咲いてますね。これさ、ブランコ乗ったらこう具合が悪くなる。なんで？昔はなかった。昔は経験なかった。
なんかもう具合があるじゃん。はい、どうも石原です。今日は9月の5日月曜日となってきました。いやいや、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここ長崎ではね、台風が今日明日くらいに来るかと思ってますので、今ね、沖縄とかでは結構ね、被害があってるみたいな、まあ気をつけて過ごしていきたいと思っております。ということで今日はね、落ち込んだ時どうするかという話をしていきたいと思います。いや、落ち込むって、まあ仕事での失敗、家族と喧嘩、恋人と喧嘩、嫁と喧嘩、嫌なことがあったとか、なんか言われた、なんかされた、そんな時って落ち込みますよね。そんな落ち込んだ時どうすればいいかについて、石原流の、まあ落ち込んだ時にすること、行動みたいなことを皆さんね、今日はね、膨らませてお話をさせていただきたいと思います。はい、釣り具屋に来ましたよ。はい、じゃあ行きますか。暑くなかったと？いや、揺れとったら寒くなったけど。じゃあエンジン消しとこうよ。本当にちょっとして揺れが気持ちよかった。何色にすった？白にすった？白系。でもこれでよかね、はい、うん、これにしようじゃ、うん、はい、はい、アクセサリーショップ来ました。めちゃくちゃ安かね、ハマカツね、うん、あ、ローストチキンカツ定食。さあ、ハマカツ。あれ、赤味噌？白が良かった。これ見てくださいよ、ここ分かります？これここなんかね、形があるもん、カッて当たったみたいな、これへこんでるんすよ、ここ。誰がいつつけたかは分かりませんけども、カッとね、ちょっと最悪。はい、ちょっと台風が接近してるんで、ちょっとこの辺をね、こうしとかないとね、こう、よし、よし。雨戸を閉め切った？雨戸。トイレ。トイレ。トイレを。うん。トイレの時は中からトイレを使う。後から閉めてみよう。雨戸を閉め切ったよ。はい、釣りグッズ買ってきました。かっこいい赤黒。はい、でこっちも赤黒。これに合わせてきました。ちょっとこれ取り替えたいと思います。やばい、超かっこいい、超かっこいい、かっこいい。赤のリールに赤のロッド、ちょかっこいい。一匹も釣ってませんけどね、一匹も釣ってないですけど、いいっすね。なんか軽くなった。いや、ここでかい、ほら全然大きさ違った。重いのよ、やっぱこう軽い。そしてこの
いわゆるバランス、最高なバランスと言うてましたけど、あ、釣り行きたいけど台風や。なんかアジングの糸が超細いの見えます、これ超細くて、さっきからもうねパニックですよ。絡まるわ、なんするわ。でも最悪、こんなに細いんやな。はい、やっとセッティング完了しました。いやー、1時間ぐらいしたか。いやいやいや、疲れた。風が結構吹いてきました。今日の夜か明日の朝にかけて来るのかね。ね、2個も食べたんだけど、なんかお腹すいて、もう諦めた。うまっ。はい、今ちょっと外に出てきましたけど、はい、ちょっとこのぐらいの風でいつもよりやっぱちょっと強いですね。吹いてます結構。とりあえずね、明日の朝方が一番きついんじゃないかなと予想しているとこです。おお、結構強い。こんな感じ、めっちゃ強い、めっちゃ強くなってきました。とりあえずね、戸締まりはしたので大丈夫だと思います。耳がついた、うん、あ、いいやん。そう、うん、耳が。そうかな。はい、新作。ねえ、ワック寄ってこ。え？お母さん。お母さん。ちょっと私んち。はい、ちょっと台風の様子を。おお、結構風も雨もひどくなってますね。頑張ってください。ありがとうございました。今ね、釣りのまあグッズを見ながら。釣りを学んでおります YouTube で。いやー、もう台風なのが非常に残念ですね。あら、ナスビの木が倒れてる。まだちょっと風はあるけど、だいぶ収まってますね。それ食べた。かっこいいね。おー、まあちょっと肌寒い感じになってますね。どこが？おー、いった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 。おーい、大丈夫やった？大丈夫だった。よかったよかった。混んじゃったもんな、よかったで。うん、うるさかったけどね。まあ、ちょっとうるさかったけどね。ベランダの方もかけて上。あ、行け。はい。みんなヒロシって思う。おー、うまいね。ダン、なんと上先生のダン。うん、うまかね、めっちゃ上手か。え、よかったね。え、なくなっとって、で海に流されとった。捕まってから逃げ出したと思ったやろ。ちゃんと言ってなかったとって。うん、うん、そうね。わからんやろ。自転車でいたら、それ放置自転車、電気の針が。かわいい。
はい、じゃあ動画の撮影をやっていきたいと思います。よいしょよし。はい、こんな線も4畳半の書斎がもうスタジオ兼作業場兼場ってなってるんで、はい、こんな感じですね。あ、4畳半独房でございます。動画で見るより狭いですから、めちゃめちゃ狭い。動画で見るより割と狭いです。でちょっと散らかってきました。ちょっとだけじゃないかもしれませんけど散らかってきましたんで、ぼちぼちね片付けながらねやりたいと思います。はい、こちらじゃあ今からね動画編集していきたいと思います。僕がねいつも動画撮影で使っているのは、どうもどうも、どうも石原です。はい、どうも石原です。はい、こちら ZV-10 になりますね。こちらを使っております。もうこれがめちゃくちゃね、カジュアルに撮れるしね、もう最高です。今日はずっと曇りでございますね。もうでも風ちょっとあるけど、だいぶもう台風の後って感じです。いらのインスタントカメラは買わんわ。え、いいよ買わんでも。いらん持っていかん。いただきます。うん、来るんじゃない。はい、明日の深夜アップルイベントなんで、めちゃくちゃ YouTube がちょっと忙しい一日を送っております。明日のね深夜はねもう深夜に起きてライブ配信する予定なので、明日もめちゃくちゃ忙しいです。はい、今一通り終わりました。今日はねここまでにしたいと思います。結構今日は、朝からずっと頑張ってましたから、結構今日はハードな感じになりました。いつもならもっとゆっくりするんですけど、今週はちょっとね忙しくなりそうでございます。はい、まあいいことでもあるしね。はい、じゃあ今からちょっとゆっくりしていきたいと思います。進撃の巨人の最終話を見るのを忘れてたんで今見てます。お前はどう、なんかこれめっちゃ重たくなってくるね、だん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 。吉岡テリー見た、うん、これはゆず彦の昔の時で、どうすね、でこれがたっくんっていうキャラクター、ジョーマで、これなん、うん、ジョーやろ、いや、なんだよ、あ、なんかジョーに見とる、上手ね。真っ暗ですけど、満月があそこに見えます。あー、だいぶ涼しくなった。今、ネットフリックスの千年女優を見てます。